仙台市が敬老乗車証の自己負担の割合を引き上げる方針を示したことについて、市民団体が反対の署名を市に提出しました。仙台市の敬老乗車証は市バスや地下鉄を 10% の自己負担で利用できるもので、70歳以上の希望する市民に対し交付されています。仙台市は敬老乗車証が財政を圧迫しているとして、今年10月から負担の割合を 25% へ引き上げることを目指していて、あさってから開かれる市議会で条例の改正案を提出することにしています。これに対し仙台市の市民団体が今日仙台市役所を訪れ、負担の割合を引き上げないよう求める2002人分の署名を市に提出しました。審議を慎重にして、今年の10月からもう 25% にするというのはやめてほしい。市民団体はあさっての議会開会日には市議会の各会派に対し、現在の制度の維持を求める要望書を提出する予定だということです。